久保さん、腹八分目っていう言葉が昔からありますけど、やっぱ八分目がちょうどいいですね。うん、食べ過ぎは良くないですね、うん。やっぱね、やっぱ食べ過ぎちゃうんですよね、美味しいとね。だけど食べ過ぎると良くないですね。うん、やっぱ昔の人はいいことを残しますよね。腹八分目っていう、うん。満腹しない、満腹にしないってことですね。いってらっしゃい。